チャージしかないかな。チャージしかないな。タコさん、ミチティさんいらっしゃい。チケットありがとう。タスケさん、サハラの恋フェチさん、スラさん、スラさんいらっしゃい。攻撃が封印されてるからな。私がバリアか魔法しか使えないってことは、向こうは魔法か攻撃しか使ってこないってこと？いや違うな、全てに可能性があるのか。全てに可能性があるの。あらちゃんいらっしゃい。おかわり。攻撃してくるかな。攻撃してこないからバリアで剣術にって可能性もある。私の方がってこと？攻撃できないから、あー、バリア同士で相打ちを狙うってこと？敵の考え方としては相手はバリアが確実に通る。そっか、バリアが確実に通るのか。魔法も防げるし、バリアも相打ちで通るからってことか。なるほどね。じゃあ攻撃を出したいけど攻撃出せないから、私はじゃあバリアしかないな。負けた。強かった。ピミーマルさんいらっしゃい。まあ太郎並みには強くなったかな。ちょっとプッチンいけんかったな。プッチン出す時じゃなかった。ピカカスに負けたか。黄色800を手に入れました。黄色か。太郎並み太郎並み負けても800もらえるのいいな。要はこれがあれだよね、普通の RPG でいうレベル上げみたいなことなので、色を集めて強くしないとね。ピカカスに負けたとこ見えたよ。いらっしゃい。見ないで見ないで。じゃあ黄色でプッチンを強くして、基本相手は無難に相打ち以上を狙う。分かった。相打ち以上を狙う。うんうん。貞子ちょっとさよならするわ。色戻すわ。いるかな。せっかくあれだよ。プルンプルン、体プルンで終わってるんだよ。弱いかな、やっぱりプルンって。ちょっと一回プルンプルンで胸に2つ角をつける。金色がいっぱいもらったから、足いっぱいつけて素早さを高くするとか。うんうん。プルプルの？いや、でもプルプルはプルプルなんだよな。なんか殴られても痛そうじゃないな。そうじゃないよ。プルンの小さいパーツをつけて、そこに足をつけるとすごいことになりそう。プルプルで支えてる足ってこと？
ノリトペさんいらっしゃい。あ、プルプルでつなげるのってどう？足かせみたいに。カラー足りませんわ。ちょっとプニタマちょっと減らして、足りないな、もうちょっと減らしてか足らないか、なんか浮いてるプルプル。ピクミンみたいなプルプルした草を生やそう。草？ピクミンってどんなんだったっけ？ピクミン？あ、頭にってことか。よりあれだな、野菜みたいな感じだな。これはまだバリアタイプでしょ。白多いし。いいね。でもさ、これプルンプルンだからさ。かわいいじゃん、かわいいじゃん。ほらほら、ほりほり。だいぶ個性出てきたよ。個性爆発したこのことですね。あっさんいらっしゃい。岩の塊。いや、これね、体っぽいのね、プルンっていう柔らかい部位なんですよ。体はね、この中に収まってる。核みたいに。コアみたいに収まってます。で、これが弱点だと思いつつもただのプルンっていうね。そういう作戦です。これ弱点ですよーって見せかけてのプルン。形にすることができませんでした。で、ここに、これ硬い部位なんですけど、え、これ腕だったっけ？腕か。腕の、色違いか。端っこに毒を塗る。端っこに毒針を、そうだね。腕パーツにしてね。端っこに毒針を。紫って何だったっけ？紫。あの紫か。あー、ないな、色。もうちょっと鋭利な感じ。短い方がいいかな。出血じゃなくて毒針。うんうん、いい感じ。もうちょっとかけますね。どうしようかな。結局さ、でも付け足し付け足ししてくんだから、こんなんなるよ、誰でも。たくさんはいらっしゃい。そうだね、もっと部位が増えれば。腕生やしたでしょ？足生やした。硬いもの。硬いものか。じゃあ、背中ちょっと固めで。
ください。なんかね、新配信デコになってたよ、配信撮るとき。いよいよやな。ちょっとこれで一回中カラー撮ってくるか。なんだろう、このバリアタイプなのになんか強そうな感じ強すぎんな。一応バリアタイプなんだけど、魔法に強い。よーし、お、プッチンいろいろやん。強すぎん名前プルンプルンいいねプルンプルン好きかも。 V プルンプルンしてる。あ、100超えた。ヒットポイント、これぞプルンプルンですプルンプルンやぞ。プルンボディを基本にしようか。基本体を隠すっていう心が落ち着かない。この町の人たちのデュエルはものすごく強いんですよ。だからまだまだ。何？おばちゃんとデュエルしたいけど。鉄、バリアタイプ、魔法タイプだよ。なんで向こうなんかポケモンっぽいじゃないか。どうしよっかな。プッチン出すか。106になったからプッチンと、つか全部出すしかないのか全部出すしかなかった。5匹中3匹だから、やっぱりファイタータイプ2体と魔法タイプ2体とバリアタイプ1体とかさ。まんじゅうみてえな落書きが好きだね。負けないとダメなんでね、多分。よし、バリアタイプや。ケケプさんいらっしゃい。うん、強くなったよ。そらよ、格闘タイプか。なんかあんな感じで目描きたいのよね。え、どうやってんだろう。硬いもので描いてるのかな、やっぱりああいう目って格闘だけど魔法タイプなのか。アイの手を使ってくるとして、魔法やな。よーくもんでやりな。バリアすればよかった。お、いい感じの戦い。あ、そういう書きやすいのがあるんだ。え、バリア呪い。攻撃マバリアチャージということは攻撃。何使ってくるかな。魔法攻撃バリア。攻撃してこないかな。魔法使ってくるだろうか。やっぱり魔法だから。よーくもんでやりな。あ、15メーター。なぜバリア安定だったんだ。魔法攻撃ってことは魔法しかないですね。で、
でバリアが使えないので魔法よし。呪い解けた。今こそバリアや。よし、やったぜ。かくんいらっしゃい。チャージ後の魔法が怖いからバリアだった。ソーラ攻撃使えないからバリアで負けることはない。うんうん、葉っぱもあい。本当だ、もあいの顔してる。私がバリア使えないでしょ。魔法チャージで様子見よっか。ピーピーロヒ、攻撃もしくはバリア。向こうはじゃあバリアをしてきますね、きっと。バリアもしくはチャージをしてくるから、バリア安定かな。安定はバリアだよね。いや違う違うよ。そうか、攻撃アイコもしくは魔法でチャンスを狙うかってとこか。でもバリアしてきたら魔法負けちゃうもんね。よーくもんでやるな。スピード負けてる。強い強い。チャージしたからか。魔法もしくはバリア、これはバリアですね。でバリアタイプなので食らわないんだよね、アイコで。あ、そっか、食らうんか。あ、プロンプロン。まだ分かってない。まだ分かってない。向こうもバリアの可能性だからチャージでもよかった。終わった。魔法攻撃、魔法アイコンを狙います。よし、よーくもんでやるな。スピード速いな。魔法の成功率が落ちた。攻撃魔返し、攻撃だな。よし、確実に倒す。殴り合い。ヘレヘレ、勝てそう。やれた、饅頭だなこりゃ。汚れた饅頭だなこりゃ。なんだあの車両つな鈴は。チャージします。で魔法でアイコンを狙うか、攻撃でガツンとやるか。チャージは絶対してこないしね、向こうはね。なので無難に行きますか。アイコに行こうか。チャージしてるし、ランダム封印だな。
気絶にが強い。あ気絶しちゃった。これ負けちゃうじゃん。え、なんでチャージする？次でとどめを刺すってこと？うわぁ、えぐえぐあ、でも一応耐えたよ。バリア技に呪いをかけられた。えぐいな。これは攻撃でちょっと行きます。よーくもんでやりな。削れるだけ削って。あ、強っあ、でも勝てる可能性もあるな。気絶にって PP15 使うんだ。強いね。魔法攻撃バリア。私は魔法バリア。じゃあ向こうは攻撃をしてこないってことでバリアかな。危ない。魔法タイプは何魔法を覚えてるか確認するのが大事。わかりました。使った後にノートで何使えるとかも確認できる。そこまでまだ見てないもんね。つさんいらっしゃい、こんにちは。攻撃バリア、絶対向こうはチャージをしてくるから攻撃。よし、オッケー。丹精込めて作ったんだけどな。勝てた。すごいな、うぐいす色線。あ、なんかめちゃくちゃ手に入れた。色いっぱい。大丈夫そう、試合行って。じゃあプチンもうちょっと強化してから行ってみようか。やったね。ペン買ってもいいかも。前回の試合後からポケモンと地場化強化したっけ？あ、してないね。してないですね。なんか付け足しって大変だな。足をもっと生やすか。足をもっと生やそう。どこまでかけるんだろう。ここまでかけるってことだよね。このライン、この間までかける。この子はしゃあない、最初の子だし。それはイカの足みたいに。あ、足もうかけないって限界があるの？そうなの？マジか。いらっしゃい。じゃあ足重すぎてか
じゃあ腕を強化する。硬いもので覆って。あ、なんか手首になっちゃった。まあいいか。あ、頭の中に入ってしまった。強化しようか。うん、じゃあな、奥行きやな。奥行き。カラーが足りません。になってるのは黄色の色が多いからってことだよね。タコはいらっしゃい。かけるものが限られてきたな。白色入れてみようか。赤と黄色が多いからだって。緑は？あ、消してしまった。消してしまったよ。うん、いってらっしゃい。あ、ダメだ、色が全然足りない。赤緑魔法系、魔法系か。じゃあ黄色で。大きくなった、大きくなった。のまのまさんいらっしゃい。角がな。角伸ばすか。うぐいす色平べったいな。やっぱり奥行きが欲しいな。奥行きが欲しい。体伸ばせないし。ナオさんいらっしゃい。レベルアップ中です。結局ひらめたいな。熱々。